先ほど国家安全保障会議を開催し、南スーダンに派遣中の自衛隊施設部隊は現在従事している道路整備が終わる5月末を目途にその活動を終了することを決定いたしました。南スーダン PKO への自衛隊部隊の派遣は今年1月に5年を迎え、自衛隊の施設部隊としてはですね、その派遣としては過去最長となります。その間、首都ジュバと各地を結ぶ幹線道路の整備など、独立間もない南スーダンの国づくりに大きな貢献を果たしてまいりました。南スーダンの国づくりが新たな段階を迎える中、自衛隊が担当しているジュバにおける施設整備は一定の区切りをつけることができると判断いたしました。この5年にわたる自衛隊の活動は過去最大規模の実績を積み重ねてまいりました。この日本政府の方針は、事前に南スーダン、そして国連にお伝えをしております。キール大統領は、これまでの自衛隊の活動を高く評価し、感謝すると言葉を伝えてくれました。我々は、これからも南スーダン、PKO 司令部への自衛隊要員の派遣は継続いたします。そして人道支援を充実するなど、積極的平和主義の旗の下、国際社会と手を携えて南スーダンの平和とそして発展のためにできる限りの貢献を行っていく考えであります。第1次隊から第11次隊まで合わせると、南スーダンに派遣された施設部隊の隊員は延べ3854名を数えます。日本から遠く離れた灼熱の地にあって立派にその任務を果たしてくれている隊員たち一人一人に、そして隊員たちを送り出してくれた家族の皆様に、自衛隊の最高指揮官として心から感謝申し上げたいと思います。私から以上です。総理大臣の記者会見が今終わりました。5月末をめどに南スーダン PKO から撤退という発表でした。